セーラージュピター役をやらせていただくことになりました、稲吉貴子です。今日は皆さんにお会いできてとっても感激しています。レンちゃんに負けない100万馬力のパワーで頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。振り合い惹かれ合う定めだと信じて行きなさい。星たちが見守るロマンス、怖がらずに思い切り羽ばたくのよ。今お腹がペコペコよ、マイドの京都音痴には呆れる。レッツゴーエボリューション。雷と勇気のセーラー、セーラージュピター、セーラージュピター、木星パワーで焼き入れてやるよ。風があたしを連れてきた、嵐のドライブをつけな、行かなきゃいけない気がしてたんだ。見て稲妻がくれた、していました。まさゆめです。セーラージュピター木野誠役の利根川あかりです。セーラームーンの舞台を卒業と言われますが、私は2回しか出てないので、卒業という言葉はふさわしくないのではないかと思っています。ザ・グレイト旧セーラージュピター日野誠役の利根川あかりです。力が頼りのこの役でも、それと同時にみんなを見守る優しさ、そんな誠ちゃんの一面を演じることが私には苦手だったかもしれません。そうさ、攻撃をかけてきたじゃない、甘く見てたらやらない時が来た、運命が迎えに来ている。あんたを探して乗り中歩きすぎ、お腹がペコペコよ、毎度のサラマリエです。歌は初めてでドキドキしちゃったけど、私の一生懸命がみんなに伝わるといいな。どうでしたか？これからもよろしくね。セーラージュピターのサラマリエです。力強いジュピターを頑張ってやっています。見てください。あんたを探して森中
るのはお嫁さんの生活、幸せに暮らしながら花屋さんやケーキ屋も続いて、次に控えしは威嚇犬の星、手を主語に持つ保護のセットは私のことさ、プリンセスを守るためなら初めまして、新生ラーチピター役の大山千穂です。私はこのミュージカルを全部見てきましたが、今度自分がやることになって本当にその大変さが分かりました。でも明るさを見習って、どんな時でも明るさを失わない自分でありたいと思います。皆さん、この新メンバーをよろしくな。趣味はもちろん料理です。おい、よろしく。はじめまして、セーラージュピター役の佐藤恵美香です。今回は初めての舞台だったのでちょっと緊張しましたが、皆さんは楽しんでいただけたでしょうか。これからも応援よろしくお願いします。離れていても、私たち心は一つ、みんな姿は違うけど私たち心は一つ。私は運動してない、特に自信ありだけど、それは木製パワーで焼き入れてやるよ。風が私を連れてきた、嵐の到来気をつけた、行かなきゃいけない気がしてたんだ。見て、稲妻がくれた何を隔てたスライドが腹に滑り落ちて、あとはあらわにされた真面目の君すべてかけて、今私の番だね。
雲の空。